れの肉体にメスを入れた。当時負傷していた小久保と同じ病院、小久保の病室を訪ねた。リハビリ中にもかかわらずトレーニングに励む小久保の姿だった。小久保から多くを学び一軍定着を果たした。しかし2003年、突然の悲劇が小久保を襲う。選手生命を脅かす右膝靭帯断裂の大怪我を負ったのだ。先発を任された斉藤はマウンドで帽子のある部分を胸に当てた。帽子のその部分には当時の小久保の背番号9。そして千葉ロッテ相手に7回2アウトまでノーヒットピッチング。見事開幕投手の大役を果たした斉藤は、まあ、一番小久保さんがこの場所にいたかったと思うんで、まあ、その気持ちを借りて僕も全力で投げました。